今日はあの生きれへんな感じ。言ったあかんことを言って生きるみたいなムーブができづらい状況。やってくれて女子の方が多いもんだ。ああ、そういうこと。どうも、しめで理想の旦那です。どうもありがとうございます。みさです。あすかです。ピコ丸です。あ、皆さんもようこそお越しくださいました。世界観がわからない。正月の集まりか。あ、正月、まあ、確かに年始やからね。正月の集まりかありますね。今年一発目の撮影ちゃう。そうですね。確かに。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか珍しいメンバーですね。いや、なかなかないよ、この男女比率4割男っていうのはね。まあ体重やったらギリ俺ら2人の俺のおかげで花野さんと煉瓦さん、最近ご結婚されたじゃないですか。はいはい。で、ピロマルなんでいんの教えて。それ含めて、ピロマルなんでいんのか教えて。なんか居心地悪いなって。ほんまにごめん、なんか身内の正月に親戚でもない女の子紛れ込んでくる。まあ、お二人、奥さんとね、一緒に暮らされてる時間長いと思いますし、ご飯もね、いっぱい食べさせてもらってるんじゃないかと。俺ら犬ちゃう。俺ら言い方悪い。餌みたいな感じで餌は餌付けられてるような感じではないで。俺ら言い方悪い。作ってもらうことが多いよ。まあ、なので自分の奥さんの料理もう味だけで分かるんじゃないかなって思ったんですよ。ということで、今回の企画、妻の料理を当てろ理想の旦那格付け。よろしく。なるほど。さすがに今当てれると思うけどな。俺はそんな自信ないから。だって、いやでも まずもう3人いるけど、もう2択みたいなとこあるから。あー、そういうことね。あ、で、ピロマルはダミーで用意されたってこと。そういうことです、はい。2人を惑わせる。惑わせるね。ちなみにちょっと聞いときたいのは、ピロマルさんは普段で料理がされるんですか。あ、それ聞きたいです。まあ、初めて作りましたよね。全部今日作ったやつ。そう、初めて。え、初めて。ピロマルの主観では味に自信ある。じゃあ、ピロマル味見した。味見してないです。いや、なんでさ、料理下手くそなんです。下手くそとかまだわからんけど。え、する味見。するする。え、するえ、でもレシピの最後に行ったら、それはもう。あ、なるほど、偽計ということで。理論通り作れば、別に味見してない。ちなみに、その平沢家は三田さんが料理担当。いや、まあ、そうやな、圧倒的に作品の時に作ってくれる。いや、それ当たるな。今日何作ったかによるんやな、俺これは。ちょっと正直割となんか普段からちょこちょこ食べてもらってるような料理。ああ、なるほど。今回のルールなんですけど、3問用意しました。3問ね。はい。でも俺はもう先に言っとくけど、ピロマルの方引いちゃった場合、画面から消えるわ。じゃあピロマルの方が。ピロマルごめんやけど、こればっかりすると料理普段してるから、じゃあもうやっぱ申し訳ない。それをピロマルの方もう引いちゃったら、いや、じゃあそれマジで1個でも引いたら、ピロマルにもう高級焼き肉おごってあげよう。逆にさ、すごい。そうやな。逆にすごいって。俺ら1個外すことに難しかったら、でも感動する。素直にそれはもうすげえって。これってさ、見れるんすか。ご飯食べるときは目隠しで。はい。で、今お二人の前に理想の旦那というプレートを。今理想の旦那な。はい。やらん方がやろ、この企画。じゃいやいや、今理想の旦那やったら、今もしかして化け物がかぶってるかもしれない。ああ、なるほどなるほど。本当にそうですかってことね。問題を外すごとにランクダウンさ。ランクダウン。いや、そうだ。いや、当てれると思ってるけど。当てれると思う。なんか一応ラスカちゃんの料理も食べたことあるから。2回ぐらい結構食べさせてもらってるから。俺もだって、なんか何かの企画の時、水田さんが持ってきたおにぎりは食ったっけ。なんかの。というわけでやっていきたいと思います。バイ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 ズペドリンガ。それ絶対1年忘れてるやつ。かわいい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 な。全然似合ってるやん、それは。いや、それ似合ってるってめちゃくちゃ悪いんだよ。ちなみにやけど。めっちゃ褒めてるよ。似合ってんだよ、ほら。すごい似合ってるよ、2人とも。はい、ということで、第1問目は、卵焼きです。はい。まあまあ、やっぱりね、これは来るよね、やっぱり。いや、これが一番むずい説あるくない。でも、何を入れてほしいかは知ってるはずなんよ、アスカが。うーん。要はその、味付け。いや、俺、ミサちゃんの卵焼きなんか食ったことないかも。だからさ、この3センチぐらい厚焼き卵は食ったことないで。あの、お弁当によく入れてるよ。じゃあ、食べてるやん。いや、ないと。お前、記憶。お前、何。そんなことない。いつもお弁当には入れてる、必ず。だって、お弁当なんか、子供とお母さんみたいな。まあでもさ、正直美味しかった方選ぶわ。うん。おぉ、それかお前。美味しかった方選ぶわ、俺。お前プレッシャーやぞ、お前。それで始めたっけ、お前。じゃあ、そしたら、A の卵焼きから2人に食べさせて。
はい、はい、せーの。うん、なるほど、おいしい。うん俺この時点でもう答え出た。おー、マジで、うん、早っ、すごい、うん、なんかだしだしっぽいな。いや、ちょっと待って、分からなくなってきた。これむずいのが結構これ。いや、もう一個食べよ、もう一個食べよ。あ、いいです、もう一個の方、はい、ちょっと言い忘れてたんですけど、1問目が2択です。ミサさんは、パスカ。あ、そうか、そういうことね。あ、そういうこと、はい、じゃあ、B、そしたら B の B 行こう。お願いします。はい、この絵、なんかいいですね。うわぁ、なんか、表面の質感ちゃうわ、さっきと。うん、意図せぬ差別化を感じる。はい、決めました。正確かな。早い、俺合ってると思うよ。あと、水分含有量が違うな、これ。 A の方が水分はあった気する。俺これ間違えたらどうしようかな。これ間違えたらなんか、いや、歩いて東京行こうかな。全然違う、マジ全然違う、全然違う、あの、ほんまに違うって、うん、これは結構自信ある。よし、目隠し取っていいんやで。はい、決めました。どっちかって最初に嫁の料理を当てる。だから俺と平沢じゃない。あ、だから俺と平沢はい、ここ二人はバラバラになるべきない。そうなんだ、そうなんだ、レシピ違うよな。だからで、だから各家庭の流儀が違ってて、はい、はい、なるほど、あなた方はそういう家です。あ、なるほど、なるほど。はい、それではお願いします。せーの、はい、ドン。 A、 B。 ほら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 、やっぱそうや。いや、もうこれは絶対こう。 A はだし巻き卵って感じで、はいはいはい、本格性はあってんけど、はいはい、俺にとってこれアウェイなんです、実は。はいはいはい。で、 B の方が運動会で出てくるザ・卵焼き。なるほどなるほど。あ、醤油と砂糖ですよっていう。はい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 。あ、ホーム来たみたいな。あ、なるほどなるほど。逆ですね、僕だから。そうそうそう。あの、だしが入ってないと、うん、我が家の卵焼きじゃないんで。おー、これ本当に B はだから俺がほぼ食べたことないような卵焼きの味じゃない、うん、こっちが俺メジャーやわ。え、だからさ、え、じゃあつまりと、俺の母さんのこと下の名前で呼ぶな。俺の母さんのこと下の名前で呼ぶな。一緒一緒一緒、近い俺とミサちゃん一緒だったから。あ、一緒だよ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 。嫁姑問題、それ。はい、第一問、卵焼き。はい、二人も正解です。よっしゃー、さすがにそうよ。いや、さすがにさすがにそうよ。でも逆にこれ、ピラパラがどのポジションで来るかっていう。私はでも、何も入れない派です。え、それはもうやばい。何も入れない。水入れて、やばいやばいやばい。味ないやん。え、素材の味、卵の味、卵、いや、めちゃくちゃ薄いで、めちゃくちゃ。なんか何、そのオーガニックタイプみたいな。でも健康やな、オーガニック。あらてのビーガンみたいな。いや、それあの健康かどうかじゃないね、今回の論点で。これはでもまあ、いけましたね。はい、よかったバッチコ。いや、でもよかったよかった。第2問は切り干し大根です。はい、切り干し大根なんて食ったことないぞ。いや、絶対あるって。これは、三択です。でもこれは、これピロマルナッツが美味しかった時は結構めっちゃむずいと思うな、正直。しかも切り干し大根って味違うことなくない？なんか分からんけど、うん、どれが普通か分からんねんけど。え、しかも俺、みさちゃん作ったことある？え、あるよ。なくない？お前、小皿に載せて、ちゃんとインスタにも載せてるから証拠あるよ。そう、証拠って、お前、そうそうそう、証拠って言い方がもう言い逃れを許さない。言い逃れ。うちはしょっちゅう食ってる気。マジで作り置きにしやすい料理やから、よくそのタッパー的なのに入ってるイメージがある。エピロマル自信ある？ありますよ。まあ、いや、これやばいかも。はい、じゃあそしたら次の、まあ確かに、アイコンからお願いします。はい、そしたらどうぞ。いや、ちょっと待って、これやばいかも。やばいかも。一般的な、でもなんかセブンイレブンにもありそうみたいな。確かに、あのなんか模範解答みたいな味するわ。あ、美味しい美味しい。でも美味しいんやけど、美味しいよ。たださっきの卵焼きと全然違う、その A 食った瞬間に、あ、これ我が家やって感覚が今全くないもん。あ、なるほど。普遍的に切り干し大根、ユニバーサルデザイン。あ、確かにそう。ユニバーサルだよ、これ。でも味付け的にはめちゃくちゃ好きやけどな、俺。いや、ほんま俺もそう。めちゃくちゃ美味しい。ほんまに日本人全員好きやと思う。そうそう。あ、美味しい切り干し大根だねって言うと。はいはいはい、そうね。はいはい。まあいいや、 B 食べよう。 B 食べよう。これめちゃくちゃむずい。ありがとうございました。ちょっと少ない。ごめん、稲取のマンクが。でも、でも B はちょっと味濃いな。人の手を感じるぞ。さっきより味濃い。味濃い味濃い。さっきより味濃いわ。これはね、なんか未熟さを感じた。でもこれむずいな。この味の濃さって、でも言うてもさ、さっきレベルじゃないんよな。ちょっとまあ強いて言うなら味濃いぐらいなんや。でも味濃いってことは
あるなぁ。え、でもこれちょっと初めて作った感出てるけどな、これちょっととか言って違ったらほんまごめん。うん、まあいや、まあまあ俺は謝らへん、この段階で。俺はこの段階で、まだね、俺は絶対当てる。はい、じゃあどうしたら次、はい、C、はい、これでもむずこれ。はい、お、声もなんか違う、やっぱりもう、え、いや、むず。いや、俺分かったぞ。いや、1個は削った。これの手の手を感じる。 A はね、マジで機械。いや、どっちやろこれ。うわー、どっちやろな。いや、多分な、 A は異常に AI やったら。俺一応決めたけど、これ全然自信ない。 40% ぐらいは合ってると思う。俺はもう決めた。嫁のやつを書いてください。これやっぱり落ち着くところを探すっていう。これでいくわ。これでいくわ。じゃあ、じゃあ先に電源から。飛鳥の作った切り干し大根は A です。おお。 B がミサさん、はい、C がピロマルと予想しました。なるほど。あ、マジか。いや、まず C は絶対違うんよ。A か B の2択で迷って、怖っ。食べたことのある切り干し大根に近い方を選んだつもりやけど、結構僅差、正直 A と B は。もうかろうじて B の方が味がちょっと濃い。怖っ。で、C が一番初心者が作った感の味やった。俺は、これで C やったら俺もうぶん殴ってください。これで C やったら俺殴って。これ僕の回答はこちら。 A がミサス。いやー、厳しい。で、B が広まる、C がアスカ。やばいやばい、それマジか。いや、これはだからめっちゃ怖いぞ、これめっちゃ怖い。めっちゃ怖いぞ、これ全員やばい。どっちかが死ぬ。だからまず A の切り干し大根は完成度が高かった、マジで。いや、そう、高かったよね。切り干し大根は A が一番柔らかくて、 B、C が同じくらいの硬さやって、ちゃんとこう、あ、水で戻してるみたいな。マジで、で、 B はちょっとやっぱ味がちょっと濃かったから、なんかこれはやっぱ味見してない人。あー、まあそれはあるよね。分かる分かる、それはあると思う。でも俺味濃い方が好きなんよ。あー、そうだから、 B はありえるなと思っちゃったよ、正直。でも俺、アスカちゃんはどっちかというと薄めのイメージで、いや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 、 C は、あ、 C はなんか人間人が作ったなって感じだったんやけど、個人的に少しアウェイを感じた気がした。消去法、C はちょっとアウェイで、 A は難易度高い、 B は味濃い、 A は機械。いや、お前でも A 正解としてもミサさんのこと機械って言うような。いや、これでもプライズの褒め言葉が A ピロマル作ってたら、ちょっと俺すごいと思う。いや、それはもうそれはちゃうと思う。感動。もうほんまに A がピロマルやったら、ほふく前進でミノーマル。ほふく前進。そしたら A の切り干し大根を作った方、いや、ちょっと頼む、手を挙げてください。はい、はい、くしゃー、はい、くしゃー。これはマジで嬉しいぞ。あー、もうこれは嬉しいぞ。やっぱマジか。これは熱い。 A がミサさん、 B がアスカ。マジで、やっぱそうやな。いや、そうやな。いや、俺そう、そうなんや。 C は、そう、 C は違うんよ。ちょっと濃いめが好きなんです。いや、昨日味見して味が分からんくなって、足してってしてたら濃くなって、でも戻れんくなった状態が。いや、違う。それは読めん。そこまでは読めん。そっか、そこちょっとピロマルっぽかったやんか。C がピロマルやんな。それはそうやと思う。あ、でもそれはそうやと思う。あ、でも味的にはなんか全然なんかこう、全然。いや、でもまじ、ごめんごめん、想像以上に。でも想像以上に立ち向かってますよ。いや、でも、いや、でもまあまあまあ、大まかな方向性は合ってたんや。うん、ただの旦那いいやろ。ただの旦那めっちゃええで。いや、ちょっと待って、何択あんの。ちょっと待って、今回何択あんの。だってそんな、何択今回。はい、おもろいこと言うやん。つまりじゃあ、キムが作ったやつが入った。あ、最後の問題は、唐揚げです。おぉ、これは食ったことある。いや、さすがに俺もあるよ。まあ、みんな大好き。まあ、でもまあ、とはいえ、回数はまあそんな多くはないかもしれんけど、まあ、とはいえ、わかると思う。で、今回は、4択となっております。おぉ、誰や。売ってるやつを買ってきたので、それを、なるほど、一つ混ぜております。それでも阪急、オアシスなのか。いや、オアシスなのか、あの、阪大の文化祭なのか、東邦大の文化祭なのか、それでも唐揚げ専門店なのか。それで結構ジャッジ変わってくる。はい、そしたら A の唐揚げから。いやー、これむずいな、これ。じゃあどうぞ。はい、ちょっと大きいかも。うわ、よか。うん、
もう美味しいですね。あ、でもこれ人間や。なんか人間が作ったらこうなるよねって感じ。どういうこと？いやでもこの表面店で揚げたような感じの味がしたよ。でもスーパーのお惣菜とかで売ってたらまあまあむずいと思う。これ肉が思った以上になんか柔らかくて、ちょっとメモしたいなこれ。メモするにはお前目隠し外さなあかんぐらい。いや、もう目隠ししたまま。じゃあ俺も書く。あ、俺も書く。俺も目隠ししながらとなんか、まあまあ、めっちゃ手汗かいてる。やば、緊張してる。めっちゃめっちゃ触れのあるからなこれ。そしたら次 B の唐揚げをお願いします。はいはい。うわもうなんか収まってない。なんかパンみたい。うん、まあこれも別に美味しいですよ。美味しいですけど、アットホーム感はないな。もう全然違う。これ衣が非常に柔らかい、うん、お家の唐揚げの味をやっぱ思い出してほしいですけどね。そうなぜあなたがそれを言うのかって。お家の唐揚げの味を思い出したらあなたに行き着かない。そうか、頑張ろ。そしたら次、C の唐揚げをお願いします。はい、はい、はい。あ、おぉ、これもなんか不安だ。これは市販じゃないわ、確実に。確実にこれは市販、これは 人の手が加わってる。結構あれから市販っぽい気がした。マジで？いや、これなんか乾燥してる感じがスーパーで売れなかった。いや、分かるやけど、これ市販っていうか片栗粉の味がする。あ、味というか、その衣に残ってるというか。うん、俺とお前で個体差あるかもしれん。あー、まあこれでも俺結構、いや人の手な気が、人造人間を感じたら。マジで人造人間感じたら。見た目白っぽいんじゃないこれ、もしかしたら。要は普通の唐揚げってさ、茶色っていうか、オレンジというか、こんがりきつね色みたいな、になんていう、片栗粉の白がちょっとまぶされてる唐揚げってあるやん、わかる？あー、なんか唐揚げ的な。そうあれに近い、俺の中で。これはうちじゃないっす。俺多分もう次残ってるやつなんじゃないかな。多分やけど。ほんまに？負け？いや俺でもまだ来てへん感じ。まだ空港でスーツケース待ってる時の気分。まだ俺のじゃない。まだ俺の。え、お前のやつもういったでのパターン。そしたら最後 B の唐揚げお願いします。めっちゃむずいやんこれ。難問ですね今回は。ピロマルもどっか紛れ込んどるもんね。そうね。ピロマルの唐揚げちゃん。なんかスーパーとピロマルがまた結構なコンボで邪魔してくるよな。意外にレベルが同じっていう。最後の B です。いやこれも違うぞ。お前はやば。本格やば。通り過ぎてる。追いかけない。いやこれも違う気がしてきた。え、ほんまにあった俺。え、アスカのやつあった？通り過ぎたんかもしれんね。待って、うわ、え、なんでこれなんかさ、ホットケーキの味するぞこれ。ホットケーキの味って何？え、俺お前と違うもん食ってる。ホットケーキの味せえへんねんけど。ドッキリしてるこれなんか。え、でもさ、いや、まず見解を言うと、A と B はピロマルと市販なんよ、俺の中で。だあったんでしょ、この中に。あったってことは、ちょっと待って、パンケーキの味と。それどうやろお前。俺と違うもん食ってるってお前絶対。サクサクしてた。ちょっと待って。え、サクサクしてた？サクサクしてたという見方もできるか。え、アスカ？本命を極めたね。ちょマジやばい。D 食べた時絶望した。絶望した。いやこれは。え、マジでアスカの感じんかったどれも。まあ自分を信じることやな。やば。じゃあ目開けます。はい、目開けていい？はい、やばい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 。え、じゃああったんよな。でもあったんもん。いや、あった。いや、これはいや、そういうパターンもあるんか。あるで、これあるで。ああ、そういうことですか。パターン入ってんね、これ険しい。まあ、まあでも険しいね。まあ、正直真実は知らんけど、これなんよ、俺の中で。真実はいつも一つ。焼肉ね。ほんまに？どういうこと？いやほんまになかった。混乱しているような。え、ほんまに自分信じるわ。いや、ほんまにやばい。イラついた。ほんまイラつくわ。めっちゃイラついてる。イラついてる。イラついてる。じゃあ、
花尾さんから発表お願いします。はい、僕の回答はここにはない。へえ。うんって感じですね。どれもどれもしっくり来なかったですか。いや、しっくり全然来てない。結構どれも味は濃かったなと思った。肉のその味、下味は濃かったなと思った。でも普段もうちょっと薄味なんよ、みさちゃんって。いや、なんかこの辺が作ってるんじゃないかっていう読みはした。マジでキムタクあるんかなって俺はそう思ったじゃあ念願さん、回答お願いします。僕の答えこちらです。この中に答えはないです。おぉおぉ、 A が市販、すごいな。 A が市販、 B が広まる、 C、D は両方ミサさんと予想します。両方、それか、まあ、市販が2個混ざってたか。家で食べてる味が1個も本当に来なくて、だから俺言ったら C 終わった段階で多分 D やと思うんで、うん、D 来て絶望ってなった時にありえるんじゃないかって思って、うん、多分お前、アスカのやつ食ってんねん。もしこれが正しかった場合、俺がミサさんのやつ食べてんねん。あ、そういうことか。多分そういうことやと思う。ピロマルを A にするわ俺。ピロマルはちょっと、ピロマルむずいな。ちょっと俺消してもらったデータ。 A がピロ、 B はパンケーキ屋さんが作りました。だからそういったらだからさ、これさ、これがもう確定なんや。これ聞いて俺お前とやっぱちで絶対違って、俺お前と違うもん食ってるって。え、だってパンケーキ屋って意味わからんもんだって。いや、まあ、いやマジでいやホットケーキミックスであげたやろっていう味したもん。お前 D が扱えたらどんなにすんのお前。いやでもそれいやでもマジでとかないんだよ。マジでとかないけど、まあなんかサクサクでなんかホットケーキをあげた甘さがあったんやけど、だったらこれ D は扱じゃないと思う。 C はなんか味的にちょっと濃いめの市販っぽさを感じて、うん、俺は B 市販で、じゃあ俺 B ピロマルにしよう。逆にな、わかるわかる。逆わかりました。謎、これ合ってたらじゃあ A やピロマルが焼肉おごるってことやな。でも結構自信あります。ここまでの情報すべて整理するとこの回答かなり合ってる気がしてきた俺。いやー、逆に確かに二人ともそう言うってことはな。そうそうそう。じゃあどうしたら二人とも答えはないということで。はい、なるほど。はい、ということでこの問題、大当たり、やだー、大当たり、やだー、いやー、いやー、そんな気はした。決めてきたなー。すごーい、決めてきたなー。これ当てる？なかったと思った。実は今回 C の唐揚げをお願いします。主人の奥様の料理の代わりに市販の唐揚げ2をこっそり使い、プロの料理を食べないように繰り返していたのである。難問ですね、今回は。 A がピロマル、ほら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 。で、 B がセブン入れの冷凍の唐揚げ、はいはいはい、あ、なるほどね。 C がミサさんで、花尾さんには相談のやつを渡しました。おー、やっぱ市販でしょ。 D が俺には市販渡したんです。アスカで、念願にはパンケーキがちゃうねーよ。うわー、下味で蜂蜜はちょっと入れてます。だからないかも。だから俺はそうしたら普通にちょっと甘く、ほんのり甘くて、あ、そうそうそう、単純に醤油とかの濃さもありつつ、表面が一番サクサクしてて、おおってなったけど、それ聞いたらめっちゃ納得する。でもこれはメサちゃんっぽくはないなとは思う。だからほんまわからんかったから。1個言うけど、俺 A から D まで全部当てたんやけど。すごい、すごい、すごいよ。 A から D まで全部当てたんやけど。マジですぎだよ、これ。これはあれじゃない、カレーな旦那。これ理想の旦那。カレーなる旦那。カレーなる旦那じゃない、これ。マジ変えた。正解の味食べさせてあげようかな。お前でもさ、何やかに全問正解。それな、お前全問正解じゃない。ほんまにすごい。あ、でも、こげ、あれです。あ、これ見てたら絶対アスカ。うん、これはミナちゃんやな。おお、味がちょっと控えめで、家庭感がある。これこれこれ、おお、すごい。今、当ててしまったら何とでも言える。これこれって思ってなくても、これこれって言えばもうミナちゃん来てくれる。好きな言わんかったよね。もう今となっては生きれるよ。そうなっては何言ってももう全然違ったもんね。もほんまに全然違った。全然違った。全く違う。これを選ぶやつなんて、そうそう、海の中にでも沈んでしまえ。悩んでた時から写真貼ってた。ほんまに。水田さんとか何かありますか。いやー、よかったです。ありがとうございます。いや、コメント力。アスカは何かある。コメント。楽しかったです。はい。ピロマルさんなんかありますか。いや、もうお幸せに。
ありがとうございます。ありがとうございます。ひろばさん、ありがとうございます。おかしいなって思って恐縮です。え、結構当てれると思わなかった。でもいやー、結構難しいんじゃないかなって思ってましたよ。いや、むずいと思う。いや、本当に2人は4択やからな。3択とか2択でやったらまだここにないってあるかなと思ってけど、4択でここにないってパターンあるかなと思って。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。